来月1日、神戸北野に新たな名所が誕生します。注目のスポットを一足早く記者がキャッチしてきました。神戸北野に日本初のスヌーピーのホテルが誕生します。今日はスヌーピーを愛して23年の私がそんなピーナッツホテルに潜入してきます。今日、記者向けに内覧会が開かれたのはピーナッツホテル。スヌーピーをモチーフにしているこのホテルは全18室の客室があり、それぞれが異なるコミックをコンセプトにしています。中でも注目はテラスがついたスペシャルルーム。白を基調にした室内は高級感が漂い、あちらこちらにスヌーピーがデザインされています。またアメニティにもスヌーピーが描かれていて、スヌーピーファンにはたまらない空間です。こちらピンク色で統一された客室なんですが、壁掛けも壁紙も全部ピンクですね。そしてこちらのベッド、スヌーピーに抱きついてるみたいなふわふわの触り心地です。そして奥にはなんとピンク色のスヌーピーがいるんです。ホテル内にはこんなフォトスポットも。さらにレストランではランチやディナーのコースが用意されています。見た目も可愛いメニュー、思わず写真を撮りたくなるものが目白押しです。もう香りからそそられるんですが、一口いただきます。噛んだ瞬間から甘さが広がってきて、すっごくジューシーです。ソースの甘酸っぱい香りと味が口の中に広がって爽やかな心地になります。レストランやカフェは宿泊者以外も利用でき、1階にあるショップでは食器から T シャツまで神戸のイメージカラーのイエローの柄のものがずらりと並びます。トートバッグはさらりとした素材感が他のショップでも好評で、タンブラーとともにオープン記念の数量限定です。スヌーピー尽くしのこのホテル、神戸北野の新たな名所になるかもしれません。気になるオープンは来月1日です。